犬と、ハサミは使いようは、さらい俊介著、鍋島哲宏イラストによる、ライトノベル。単行本は、エンターブレインから発売されている。第12回エンターブレインエンタメ、大賞小説部門優秀賞受賞作品。略称は、犬ハサ。強盗犯に殺害されるも、なぜか、 ミニジュアダックスフントへ転生した読書バカの主人公と何かにつけてハサミを持ち出しては主人公を罵倒する人気作家なヒロインを中心に彼らと関わりを持つ人々の様々な日常を描く。2012年3月7日にはドラマ CD が発売された。月刊少年エース2012年7月号より大バカモンによるコミカライズが連載を開始した。 2013年1月19日には、テレビアニメ化が発表され、同年7月から9月まで放送された。人生の大半を読書に費やす読書馬鹿の、春海和人は、ある日立ち寄った、喫茶店で銃を持つ押し込み強盗と遭遇。錯乱した強盗は居合わせた、女性客を撃とうとするが、和人は彼女をかばって射殺されてしまう。相馬刀がよぎる中、和人は、 死んだら本読めないじゃん。という読書馬鹿の執念により、奇跡的に現世への生還を果たす。しかし、その姿はなぜか、ミニチュアダックスフンと溶かしていた。せっかく生き返ったのに、犬の姿では、本のページをめくることは、愚か買うこともできないと反問する和人だったが、そんな彼の前にハサミを獲物として持ち歩く狂気の美女、夏の霧姫が現れる。彼女の正体は、和人が、 大ファンの作家、秋山忍その人であったが、彼女がなぜ自分の前に現れたのか、和人にはまるで覚えがない。それもそのはず、和人が犬として生まれ変わったのと同じ頃、なぜか霧姫は、犬と化した和人の心の声を聞くことができるようになってしまい、彼女は反問する和人の声に導かれるままに、やってきただけだったからだ。霧姫は当初、頭の中に鳴り響く和人の声に、 我慢ならず、彼を始末するつもりだった。だが和人を尋問する中で、彼が強盗の恐れ中から自分を守った命の恩人だと気づき、気持ちを改める。かくして稲と化した和人は霧姫の下で、第二の読書馬鹿人生を歩むこととなった。声優は、ドラマ CD テレビアニメ共通、ファミ通文庫ドラマ CD、FB コレクトドラマシリーズより発売。 2013年7月から同年9月まで、東京 MX3 テレビ他にて放送された。テレビアニメ化は2013年1月19日に発表され、同年3月21日には、和人役の桜井隆弘を、はじめ主要キャストや本作が初監督となる、高橋幸雄はじめ制作スタッフが発表された。また、同年8月8日には実写化、ロボットアニメ化、 カラオケ科の3大計画指導が報じられた。なお、テレビアニメ版での東川高校のモデルは、東方大学附属東方中学校、高等学校であることが明らかにされている。各サブタイトルは、ことわざのパロディになっている。BD、DVDCD、犬と、ハサミは使いよう読書100犬から通ずという、iOS。 アンドロイド端末向けゲームアプリが2014年4月16日に配信開始された。パズルモードでは個性的なキャラクターを集め、ノベルモードではビジュアルストーリーを読み進めていく。ありがとうございます。